スクーティー・ランダルこと、アンドリュー・ランダルは、アメリカ合衆国出身のバスケットボール選手である。身長198センチメートル、体重112キログラムで、ポジションは、スモール・フォワード、パワー・フォワード。B リーグ、B2 の、ファイティング・イーグルス・名古屋に所属する。テンプル大学卒業後の2013年、BJ リーグの琉球ゴールデン・キングスと契約し、プロ選手となる。 岩手ビッグブルズ所属だった BJ リーグ2014から15シーズンにはリーグのベスト5に選ばれた。テンプル大学では2010から11シーズンにアトランティック10カンファレンスのミップとオナラブルメンションに選ばれた。2013年の NBA ドラフトで指名を受けなかったランダルは2013年7月に BJ リーグの琉球ゴールデンキングスに入団。琉球はランダルを 泥臭くディフェンスやリバウンドで貢献するプレイヤーと評していた。BJ リーグ2013から14シーズン開幕からの10試合で1試合平均16.3得点、6.5リバウンドとの記録を残したがチームがドゥレーロン・バーンズを獲得したことにより岩手ビッグブルズに金銭トレードの形で放出された。当時岩手はセンターの選手を補強する考えであったが ランダルの放出を知ると、即戦力として活躍できるランダルの獲得に、方針転換した。岩手の1試合平均得点は、ランダル加入前の8試合では69.5得点であったが、加入後18試合の平均では81.4まで増加、最終的に79.6得点に達した。2014から15シーズンも岩手に所属。11月、 平均24.1得点と活躍し、チームを10戦全勝、リーグ新記録である16連勝に導き、月間 MVP を受賞した。また、1月、群馬でのオールスターゲームに、ブースター投票で選出されると、ゲーム杯の24得点を挙げ、ミップを獲得。シーズンを通して、リーグ得点ランキング4位となる1試合平均19.7得点の記録を残し、 ベスト5を受賞した。2015から16シーズンは、BJ リーグのシマネッサのマジックに移籍。平均23.7得点を挙げ、リーグ得点ランキング5位に入った。シーズン終了後は、どのチームとも契約しない状態が続いたが、2017年1月、B リーグのサイバーダイン、茨城ロボッツと選手契約を結んだ。この2016から17シーズン、 ランダルは31試合に出場し、1試合平均21.0得点の記録を残した。2017から18シーズン開幕後の2017年11月28日、B2 の群馬クレインサンダーズと契約する。38試合に出場し、平均14.9得点だった。2018-19シーズン途中の10月31日、再び、 茨城ロボッツと契約。当初は1ヶ月間の短期契約の予定だったが、12月1日にフルシーズン契約に切り替える形で再度契約した。このシーズンは45試合に出場し、平均21.9得点を記録した。2020年2月27日、香川ファイブアローズとの契約締結が発表された。背番号0。 新型コロナウイルスの影響によりリーグ戦が中断された後、無観客で開催された3月14日15日の愛媛戦でシーズン初出場。しかしその後リーグ戦の打ち切りが決定し、今シーズンの香川での試合出場は2試合だけに終わった。2020から21シーズンは9月に大阪へ別里サと契約。10月に山形ワイバンズに移籍。 54試合に出場し、1試合平均23.7得点で B2 得点王となった。2021から22シーズンは、豊か通り、ファイティングイーグルス名古屋に入団。ありがとうございます。